ものすごく分かりやすいアニメ界の問題点がはっきりしたと。日本は制作委員会内の揉め事を極端に嫌うんだよね。なんで予算がない、現場が苦しいと言ってるのにアニメの制作本数がこんなに増えるのか。出資する人はね、割と世界中からいっぱいいるんだけども、日本のアニメには天井予算が決まってしまってると。だからアニメの本数だけひたすら増えて現場の予算全く上がらないというですね。愛とは呪い、自由もまた呪い、さん、男性50代、アニメ制作なぜ時間がかかるっていうですね、質問です。アニメ業界事情に関する質問です。原作の漫画が完結しているアニメの制作に時間がかかる理由を教えてください。昔はジャンプ漫画が原作のアニメなどは原作の進行に追いつくとオリジナルのエピソードを無理に挟んだり総集編を編集してまで毎週オンエアしていました。やってましたね、これ。ドラゴンボールでですね、何かフリーザとクリリンが睨み合うだけで何か10分ぐらい作ったりしてますし、俺昔懐かしいですね、あの巨人の星でもやってましたよ。なんか星優馬とですね、バッターのサモン豊作なり花形満なりがですね、見つめ合ってですね、息するだけでもかなりの秒数使ってましたし、なぜかいきなりですね、星優馬だったかな、通天閣に登ってキツネうどんを食べるだけの回っていうのが確かあったんですけどまあそういうですね、尺伸ばしというかですね、原作に追いつきそうになってっていうのがよくあったんですけども、まあ、今と逆ですよね。ところが最近の深夜放送のアニメは原作の進行状況と関わらず1、2クール放送してそこから何年も制作されません。ヒットするかどうかわからない作品ならともかく、進撃の巨人や鬼滅の刃などほぼ確実にヒットする作品でも続編の制作に何年もかかり、できた頃には世界的なブームを鎮静しています。特に鬼滅の刃などは2020年の映画放映の後すぐに最終回まで続編を制作するべきだったのではないでしょうか。このような感覚を作ることに経済的合理性があるのですか、あるいは何か事情があるのですか、ご教示くださいということです。アニメ業界のことに関して全然分かんないんですよね。だったらまあ基本的なことしか説明するしかないですよね。まずあの昔の作り方、さっき話した巨人の星とかですね、ドラゴンボールの昔の作り方っていうのはスタジオを年間で抑えるわけですね。何年も抑えるわけです。もちろん視聴率が悪かったら打ち切りもあるんですけども、何年も続けるプロジェクトなわけですね。だからそういうアニメは当然のことながらゴールデンタイムに放映するアニメなんですよ。例えば巨人の星にしてもですね、ドラゴンボールにしても金曜日とか土曜日の夜7時とかに放映するのが決まってるわけですね。アニメが打ち切られたとしても別のアニメが夜7時になるので、予算もですね、規模もでかいわけなんですね。ゴールデンタイムだからですね。だから今でもですね、日曜の朝とかですね、あとサザエさんとか、あと名探偵コナンってこういう作り方してますよね。もうあらかじめこのアニメは何年も作るというのが分かってるから、制作スタジオも何年も抑えていて、何年も作れる体制でしか作らないというやり方ですね。これが昔の作り方です。昔ながらの作り方ですね。今でもやってるから。今の作り方はその儲かりそうな原作を抑えて委員会方式でリスクの少ない1とか2クールのみを作ることをまず決定するんですね。まあ1から2クールだったら10話から最大24話ぐらいなのでですね、3箇所から6箇所の下請けスタジオを抑えて、作画監督も3人からまあ大体4人5人ぐらいで始めることができるんですよ。で、1クールでもですね、作画は2ヶ月ぐらいで終わらせます。2クールならですね、4ヶ月で作画終わりと。つまり1クールで2ヶ月ということは、1つのスタジオにですね、2本ぐらい発注するわけです。2本から3本。そうすると3つのスタジオに3本ずつ発注すると、なんとか2ヶ月ぐらいで作業終了するわけじゃないですか。つまり1クール12話のアニメ、3ヶ月分のアニメをですね、作るのにだいたい作画期間というのは2ヶ月ぐらいですね、使うんですけども、この下請けスタジオさんっていうのはですね、このアニメのですね、作画作業が終わった時点で次の作品に入っています。っていうのは、次の作品、その次の作品、その次の作品っていうふうにですね、ずっと先までこんな感じでですね、じゃあ、2023年の11月から2014年の1月まではうちの作品お願いしますという予約がもうガン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 入ってるからですね。で、これは品質が良くて、そこそこの作業ができるスタジオはもう本当に優先的に2年半先ぐらいまで埋まっています。だから一旦このチームをバラすと、つまり第一シーズンでヒットしたんだけども、ヒットしたぞ、次の作品を作ろうというふうな時になると、同じスタジオさんはもう2年先ぐらいまで、最低でも1年先ぐらいまで予約が入ってるので、どうやっても次の作品を作れるのは1年先になっちゃうんですよ。おまけにですね、今言った2ヶ月ぐらい作画がかかりますって言ったじゃないですか。
じゃあ作画の2ヶ月で終わって完成したとしても、それは作画完成なだけでですね、その後仕上げをしてですね、背景とかを整えて、なんだろうな、アフレコして、撮影の素材にまで持ってって、オンエアまでですね、2ヶ月から下手したら6ヶ月ぐらいかかるんですよね。っていうのは放送日の枠が取れる取れないとかの問題もいろいろあるのでですね、そんぐらいかかっちゃうんですよ。だから結局前の作品をですね作ってからですね、次の作品取りかかるまでやっぱ3ヶ月ぐらいかかる。第一シーズンの1話の放送を見てすぐに続編を決めるっていう、これもかなりリスクテイクですよね。本当言えば3話か4話までの視聴率とか評判を見て、もしくは DVD の予約状況を見て、第2シーズン第3シーズンというふうにですね制作決定したいところなんですけど、めちゃくちゃ早くそこら辺ですね先行させたとしても、やっぱ各シーズンごとにですね、最初の放送が始まってからじゃあ続編作ろうというのねまで意思決定に半年ぐらいかかっちゃうし、結局できるのはですね1年後1年半後ぐらいになっちゃうんですよ。もう最速でやってもそんなもんですよね。だからまあこの感覚を短く深くするためにはですね、最初から大ヒットを見込んで事前に契約するしかないんです。つまり、この作品は絶対に当たりますから、皆さん、向こう3年間ぐらいはスケジュール空けといてくださいっていうふうに言うだけじゃなくて、その分の契約金を払えるのかとか用意できるのかとか、あと制作委員会方式だったら全ての会社に対してこのリスクを取るべきですっていうふうにですね、誰かが保証するかになってくるんですよ。でこんなもんね、誰が保証できるのかというと局か代理店ぐらいしかないんですよね。ここまで大きい規模の作品になってくるとスポンサーが一つ程度ではダメなんですよ。なのでフリーレンなら可能なんですね。そうそうのフリーレンならですね、日テレが枠をわざわざこのために作ってオンエアしますというふうにやってるので、フリーレンって最初からですね第一シーズンがかなり長い話数予定されてるんですけども、まあそれでもですねフリーレンが可能なのは、見た人分かる通りですね、フリーレンは作画カロリーが低いんですよ。アクションシーンすごいんですけど、日常シーンはねかなり動かないんですよね。だから動くと動かないを本当にやってるので、大変なシーンはですね抑えて作ってるというかですね、動くシーンと動かないシーンはっきり分けてるし、あとね設定の手抜きすごいんですよ。早々のフリーレンって僕は割とすごい評価してるし、あいい作品だなと思うんですけども、無色転生などに比べてですね本当に設定の手抜きひどくて、世界ですねなぜかもうガラスが当たり前のようにあるし、鎧はいわゆる鎧だし、背景の街はいわゆる中世の街なんです。全部こういわゆるでできてるんですね。なので設定カロリーが低いんですよ。設定とかそういうですね脳みそ使う作業っていうのが割と軽めにしてるので、であと日常の動きっていうのは止めとかですね口動かしだけで済ませてるシーンもかなり多いんですね。無色転生みたいに日常演技でですね動作で演技させようとかあんま無理してないんですよ。とにかく原作でセリフがいいから、このセリフをパッといいところでタイミングよく持ってくると、これはもう演出の力なんですよ。だから作画カロリーがね割と無色転生とかね進撃の巨人とかに比べるとですよ、抑えて作ってやると、それでもまあ普通のアニメより手間かかってるんですけど、そういうのだったらですねある程度の話数まとめて作れるんですけども、天下の NHK がオンエアしている進撃の巨人でさえですね作画カロリーが大きすぎるから、やっぱ各シーズンの間隔っていうのは1年単位で空いちゃうんですね。だからこの愛とは呪い、ジムと呪いさんの質問をまとめると、理由はどうなるのかというと、まず1理由4つですね、視聴率がそもそも取れない。ゴールデンタイムにアニメを放送しても視聴率が取れないので、どうしてもですね深夜予算になってしまうんですね。深夜予算になっちゃうので、予算が取れないってことですね。あとアニメというものが編成以上のですね局の偉いさんの人たちに評価が低いと、ただ単に儲かるコンテンツというふうに見られてですね、それによって局のメンツがとかいうとこまでいかないので予算が少ないわけですね。安く作って儲けるものだというふうに思われちゃってる。二つ目、予算が取れないのでですね、誰もリスクの保証ができないのでですね、制作委員会の場合だったら特にまずはワンシーズン様子を見て、ヒットしたらシーズン2行きましょうよという判断になりがち。これはもう元のですね予算が少なくてですね、それは何でかっていうと枠がですね深夜であったりですね、そういう外れたところにあるからです。で3つ目の理由ですね、ギリギリの
予算で作る作品数がとにかく数が多すぎるのでですね、スタジオの長期抑えができないですね。その都度ごとの口約束はあるんですけども、実際にお金払いますというふうに言えてスタジオを抑えれるのがですね、かなり後回しになっちゃって、作品数が多すぎるのでですね、スタジオとしても、あ、今期評判良かった、良かったですねと言ったからといって、パート2の予算が倍になるわけじゃないんですよね。同じ予算で、もしくは前回は設定前作ったんだけど今回設定流用できるからこの予算でお願いしますよ、予算上げられないけども同じでお願いしますよというふうに言われちゃうんで、やっぱ他のアニメと同じじゃあ1年後ねっていう話になっちゃう。4つ目、クオリティを維持できる作画監督が少ない。もう本当に今のアニメっていうのはまともなスタッフが集まれば大成功ですよ。それでさらにクオリティを上げられる作画監督がある程度人数集められようものなら、もう勝ったも同然、派遣は取れるわけですね。でもそのシーズンの派遣が取れたからといってアニメで大儲けしてですね、青山にスタジオを構えているアニメスタジオなんてどこもないわけですよ。港区のアニメスタジオなんてないんじゃないのかな。あったらごめんなさい。昔の富野由悠がガンダムが大ヒットした時に、気が狂うほどヒットした時に言ってた、アニメの監督で誰もプール付きの家に住んでないっていうふうに言ったんですけども、いまだにこの状況続いてるわけですね。なのでですね、クオリティを維持できる作家の人数が不足してるんですね。それは何でかというと、アニメ業界全体の貧しさもあるし、あとこんなですね体制で作っていてはですね、人材を育成しているですね時間もなければ暇もないのでですね、どうしようもないところに来ているわけです。なのでヒットしているアニメがですね、すぐに続編が作れないっていうのはそういうことですね。まあなんでしょうね、金がないからっていうのはあるんですけど、金がないからっていうだけじゃないですよね。本当に誰もリスク取らないと。で、一気に作れるものとして、例えばそのネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとかがそれになるんじゃないかなというふうに思われたんですけども、結局アマゾンなりネットフリックスがアニメに参入してる時にやってることを見たら、やっぱ短いシーズンで当たりそうな作品作って、権利はできるだけ全部ネットフリックスなりが持ってっていう体制で、ちょっとね良くなって程度にしかならないと。今この間アニメの現場の人と何人かですね話させていただいたんですけども、8人9人ぐらいかあの人と話させていただいたんですけども、別にネットフリックスの仕事だからありがたいっていうのがもうなくなっちゃってるんですね。もももんがさん、男性10代、岡田さんこんばんは。私は日本のクリエイター漫画家などの収入が少ないように感じます。今話題の大谷選手は年俸40億円と破格の額で、これはワンピースの作小田先生や宮崎監督の収入を超えています。そうなの、小田さんってそんな少ないの。一方ジョージ・ルーカスは富豪ランキングのトップにいて、どのスポーツ選手よりもお金持ちです。スポーツ選手が嫌いというわけではありませんが、日本のクリエイターがスポーツ選手より年収が低いのが納得いきません。岡田さんはこのことについてどう考えますか。モモモンガさん10代。ジョージ・ルーカスをねここで持ってくるっていうのはちょっと変ですね。ジョージ・ルーカスとかウォルト・ディズニーっていうのはクリエイターであると同時にビジネスマンで、自分の作品の権利全部持ってるんですよね。だから漫画家でビル持ってる人いないんですけども、漫画を出版してる出版社はみんなビル持ってるじゃないですか。漫画ヒットさせた出版社は一等地、都内の一等地にビル持ってるんですよね。だから作品の権利を全部持ってると、単なるクリエイターよりお金は稼げる。だからただ単にジョージ・ルーカスは金持ちで、ウォルト・ディズニーは金持ちなだけなんですよね。あとね、海外でスポーツ選手は移籍すると年俸上がるじゃないですか。契約更新ごとにギャラ上がるんでですね、同じくもしワンピースの作者がですね1年ごとに集英社と原稿料とか単行本印税の交渉ができたら話違ってくると思うんですよね。例えばそのなんだっけ、ハリーポッターの作者って印税が俺 25% だったって噂聞いたことあるんだけどね、なんか 10% じゃなかったはずなんですよ。もっと高かったっていう噂聞いたことあるんですけど、もう違ったらすみません。であと宇宙戦艦ヤマトがものすごい流行った時に、宇宙戦艦ヤマトの権利会社がこの各出版社に出す条件が 10% じゃなかったんですよね。 10% じゃなくて、12とか15とかでどん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 上げてった。なので宇宙戦艦ヤマト権利持った会社はものすごいお金儲かったっていうことあるんですけども、漫画家ってこれやらないですね。漫画家がその1年ごとに出版社と契約更新するときに原稿料を
年俸みたいに釣り上げて、はい今シーズン終わりました、では2023年から原稿料いくらにしてください、あじゃあもうこの本はもうすればするほど儲かること分かってますよね、じゃあ単行本の印税1冊 25% してくださいって言ったらバカみたいに儲かるんですよ。でそういうふうにするのが僕は当たり前だと思うんですけども、それするとワンピースの作者にしても別にこち亀の作者にしてもですね、鬼滅の刃の作者さんにしてもですね、今頃世界ランキングの金持ちになってたと思うんですけども、ただその日本のクリエイターっていうのは出版社とか制作会社に守ってもらおうとかですね、言い方があるんですけど雇ってもらおう、連載させてもらおう、漫画家になりたいから安い原稿料で我慢しようという意識が強い人が多いので、エージェント制が定着しない、まあ日本もね漫画家のエージェント制あるんですけども定着しないんですね、大部分の漫画家に。でその結果お金もそんなに儲からないっていうですね、日本のなんかサラリーマンの話してるみたいな、あの年俸交渉しないから給料安いままなんだという人がいますからですね、ビル・アートキンソンでしたっけ、あの人がなんか言ってるんだったかな、なんかそういう同じ流れじゃないかなというふうに思います。昨日あの山勘さんと話したこれ公式放送で出てきた話題がすごい面白かったんですね。ちょっとそれのおさらいというかですね、山勘さんから話聞いて面白くて僕が言い換えてこういうことなのってやったらですね、ものすごく分かりやすいアニメ界の問題点がはっきりしたと。なので僕の方の放送でも触れとこうと思ってですね、なぜアニメの制作本数は増えているのにアニメの現場は貧乏なのかっていうのがもうね今日聞いたらこれ1回でバッチリ分かるという説明でございます。普段僕のニコ生ではですね、悪者を作らない、つまりこいつが悪いからダメなんだっていうのをあまりね作らない、善悪っていうのをやらなくやってるんだけども、今日ねちょっと分かりやすくするために善悪っていうのをつけてみる、つまり悪者っていうのをちゃんと作って話してみる。基本的な問題は、まあ、山川さんには、まあ、制作委員会が悪いんですけど、よく聞くじゃん、日本の邦画がダメな理由は制作委員会が悪いとか、アニメがしんどいのは制作委員会っていうんだけども、何が悪いのかっていうのはよく分かんなかったんだけども、制作委員会とは何かというとアニメに出資するおじさんのことだと思って、実際は君らより年下のお兄ちゃんもいればお姉ちゃんもいるんだけど、もう今回こう悪者としてイメージするためにもう君らの頭の中で出てくるいかにもなんか悪そうなおっさんがいっぱいいると思ってくれもちろんその制作委員会の中にマキさんも入ってるんだけどまあそういうのも入ってると思ってくれ。で先週聞いたスタジオハードデラックスの高橋さん、あの人もなんかいかにも制作委員会にいそうな顔なんだよね。で俺みたいなタイプも制作委員会にいるんだ、だからこういうのが悪者だと思って。制作委員会とは何かっていうと、アニメに出資するおじさんたちのこと。例えば音楽や声優を担当するレコード会社とかね、あとフィギュアやおもちゃを担当するおもちゃ会社、あとそれを放送するテレビ局とか原作を連載する出版社、そういうのが出資者としてアニメの制作委員会に名を連ねると。それぞれが権利を主張したいんだよね。権利っていうのはどういうことかっていうと、権利を主張するっていうのはさ、例えばさ、そのアニメに対して 3% しか出資してなかったら 3% しか発言権がないんだ。なのでみんな 3% とか 1% の出資は嫌がると、もっとたくさんしたい。ジブリのアニメなんかさ、まあ制作費が30億とか20億とかかかるわけなんだけども、制作委員会見たら本当言えば20億とか30億の予算なんだったら出資会社が100も200もあってもいいぐらいなんだよね。でもなんでそんなにないのかっていうと、個別の出資会社の権利配分がいわゆる今コメントで株主で流れるけど、その通りなんだよ。株主としての影響力がある範囲、つまり 5% 以上 10% 以上、できれば 40% 欲しいなっていうのがみんなの本音なんだ、出資会社。ところが、まあ、無理でも 20% ぐらい欲しいと、 50% で頑張りたいのあるんだ。絶対当たると分かっていれば、例えば10億円の映画だったら5億うちが出しますっていう風にやりたいのは山々なんだけども、ところが制作予算10億でさ、絶対当たるやつだったら他の会社がそんなの黙ってないんだ。そんなの半分も出されたらお前の会社の言いなりになっちゃうじゃんかと。でそうじゃなくて、うちに必ず4分の1 25% 出させてくれというような綱引きの張り合いになってしまうんだよね。他の会社のうまみがなくなっちゃう、一つの会社があんまりたくさん出資しちゃうと、なので参加してくれなくなっちゃう。平均的な出資率っていうのは、だいたい俺が知ってる限りでは 20% から 40% ぐらいの出資率になるんだ。でどっか一社のみが主導権を取りたい場合 40% 確保して残り 60% を10社以上に割り振るっていう方法もある。これはなかなか悪どいというかうまい方法だよね。うちが 40% なしで残り 60% を10社で1社 6% ずつ出してくださいって言ったらさ、いわゆる大株主が1人いて
小物株主がいる状態だから発言権がすごいでかいじゃん。そうなるとそのアニメの作り方っていうのはかなり思い通りになる。でもそんなことをされたら 6% しか出資できない会社にしてみたらたまったもんじゃないからっていうことになる。さあそこでこの出資が全てオープンに行われて、例えばさ手を挙げた者順とかさ、もしくは予算をたくさんいった者順だったら、これはこれで市場として自由経済として成り立つんだけども、ここが日本らしいところで、ここに談合っていうのが入っちゃうわけだよね。つまりどの会社を入れてあげるかとかさ、どの会社に何パーセントの配分を持たせてあげるのかっていうのが談合で決まってしまうわけだ。なのでこの政策委員会方式っていうのはなかなか問題も明るくに出ないと。さっきみたいにうちが5割出します、残り 50% 皆さんが 5% ぐらい出してくださいだったら、どっか1社が降りても全然平気なんだ。なのでプロデューサーが強い映画って時々あるよね。制作委員会方式でもこの映画はちゃんと作れた、この映画はあのプロデューサーが指揮権を出せたというのはよくよく見てみると、実はその中心となっている1社がかなりのお金を出して他の会社に出資させないっていう場合があるんだ。この出資させないっていうのがポイントで、そうなるとさ、例えば俺がさ仮に日本で一番さ力を持ってて音楽関係の権利も持ってて声優関係も抑えてるレコード会社系のプロデューサーだとしようよ。どこでもいいよ、定築レコードでも何でもいいよ大阪にある定築レコードっていう吉本の芸人のレコード出してる専門のさレコード会社あるんだけど定築レコードプロデューサーだとしようよ。そしたら俺が半額出すよと、半額出すからお前ら残り 50% を10社で分けろと。ただし定築レコードというのにも予算があって、枠として俺が裁量権持ってるの5000万までだなということになると、これさ 50% 出す、でも5000万までしか俺は出さないとなったら、この人が全部の予算総予算を1億で決めちゃうわけだよね。現場は2億かかります3億かかりますと言ってて、マーケットに聞いてみたらこれ必ず売れるよ、2億かけよう3億かけようというのが分かってても、このプロデューサーは作品を思い通りにしたいがために予算を1億で抑えることが最も合理的な行動になってしまう。でそうなるとこのアニメっていうのはどんなにヒットするのが分かってても上限予算、天井が作られちゃうんだよ。でこれを例えばいやいやうちも出します、うちも出しても自慢させて全部受け入れると青天井ポーカーという状態になってしまう。青天井ポーカーっていうのはさ、ポーカーやってる最中にレイズ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 って言ってどんどん賭け金を積み上げちゃったら、当たり前だけどもう金を持ってる人間が勝つことになっちゃうね。でそういうふうなことをさせないように、普通ポーカーというのは天井というのが決められて賭け金というのが決められていると。それと同じようにアニメーションというのも今天井が決められていて、でそれは何かというと談合状態で、これまでにそのアニメーションを作ってたり、あとは放送局の局のプロデューサーとかさ、あとメジャーどころのおもちゃ会社のプロデューサーとかが自分たちが一つの作品に出せる金額の上限が決まってるわけだ。それが2000万円だったとしたら、うち2000万円しかできない、でも権利は絶対に 10% 欲しいとなると、2000万円が 10% になるようにその劇場用のアニメの予算の上限は2億円になっちゃう。これが制作委員会による上限の問題なんだ。あるおもちゃ会社がうちが主導権を失わない規律で出資しようと思ったら、フィギュアの売り上げを試算してみたら1000万しか出資できないと。しかしそういう場合、普通はね1000万出資して他の会社がわーっと出資して合計何億になりますって、これが普通の会社だし、ハリウッドでもどこでも、別にハリウッドに限らずインドでもどこでも映画の制作っていうのはそういうふうにやるんだけども、日本のが特殊なのはさ、一業種一社という業界慣例があるんだよね。これがさ、アメリカとかだったらケナーとマテルとあとハズブロが3社スターウォーズのところに申し込んできたら全部受けるんだよ。でその上でそれぞれ出資いくらできますかって割ってって、じゃあハズブロさんはフィギュアやってください、ケナーさんはなんかアクショントイやってください、マテルさんはホットロッドやってくださいみたいにして分けるんだけども、日本はそういう制作委員会内の揉め事を極端に嫌うんだよね。つまりさっき言った金出したおじさんたちが顔が潰れるのを極端に嫌って、よそから出されたおもちゃでうちが出したおもちゃよりもヒット商品出したらそいつの担当の顔が潰れちゃうから、一業種一社という不思議な取り決めしちゃう。そうすると制作委員会の人数は割とこじんまりして、いつも同じようなメンツになって、でみんなが出せる金額もお互い分かってくるから、そうなると一つのアニメの予算なんてもうみんな上限決まっちゃうわけだよね。ここでこの間話してたチャイナマネーの話ね。もし中国の会社が10億出すと言ってきたらどうなるのか。中国の会社が10億出すって言ってきたらそれを断ったりはしないわけだよね。リスクが減るからありがたい。しかしそれを10億を本当に出してしまうと、もう制作委員会方式だとその中国の会社が全部出資できちゃうわけじゃん。そうなるとうまみがない。
ので、どういうふうに考えるのかっていうと、例えば国内の DVD の販売権は欲しいとかさ、商品化権は欲しいとか、海外に売れた時の配分が欲しいってみんな思っちゃうわけじゃん。損したくないから。なので最低、さっきも話したように 10% とか 15% の権利配分がやっぱこれまでの会社が欲しいってなってくると、中国が10億出しました、ある会社がいた時に、その10億を丸々使おうとしないんだよね。その10億を20に分割して5000万円かける20口にするんだよ。一口5000万の出資というふうなことで他のものの中に混ぜちゃうわけだよね。そうすると20個の企画が増えていって、一つの中国の会社の出資率が 30% ぐらいに抑えることができると、5000万だったら。これがその今アニメーションがひたすら増えてる原因だよな。なんで予算がない、現場が苦しいと言ってるのにアニメの制作本数がこんなに増えるのかというと、実は日本のアニメっていうのはヒットするのが分かってるから世界中から出資が集まってるんだよ。しかしその集まった出資で1本あたりの制作予算を増やしちゃうと、海外の出資が配分が多くなっちゃうじゃん。1本あたりのアニメーションの中の6割とか7割の資本が海外資本になっちゃう。別に現場はね、それでも全然困らないんだよ。これまですごい貧乏してたんだから、その金を出すのがアラブだろうがドバイだろうがさ、中国だろうがインドだろうが、どこが出そうが、とにかくまともなギャラが欲しいわけだよね。でもそうじゃなくて、それを分割して日本の制作会社が簡単にハンドリングできる予算の青天井を決めちゃって、いやこれまでお前ら1000万で作ってたんだから1000万で作れるだろう、これまでお前ら2000万で作ってたんだから2000万で作れるだろうと、そのうちチャイナマネーを使ってリスクだけ減らすようにしてるんだ。つまりこれまでやった2000万やったものを2500万とか3000万に上げないんだよ。そうじゃなくて、これまで通りの予算の中で1000万を中国から来た出資で割ってリスク負担させて、残り1000万で自分たちの費用分担を減らそうとするんだよね。それによって他の企画にもっともっといっぱいお金出そうとしちゃうんだよね。結果ひたすらひたすらアニメーションの企画が増えるばっかりになる。出資すべき金はいっぱいあるんだけども、1本あたりのアニメーションには全然お金が増えない。そして横の方にお金が縦に流れて、奥の方のスタッフまで行くんではなくて横に流れて上の方ばっかりで滞留することになってしまうわけだ。すげえよね。アニメーションっていうのは儲かるし将来性があるからさ、世界中のからお金が集まるんだけども、一つの作品の予算が上がることはこの理由でないと。でこれぐらいでアニメ作れるというふうにおじさんたち勝手に決めてるからね。なのでここら辺のこと話すとね、どのプロデューサーもみんなで口を濁すよねっていうのは、有能なプロデューサーであればあるほどさ、この仕掛け分かってんだけども、例えばさ、別にマキさんがこの話したわけじゃないんだけども、この世界の片隅にってマキさんがいないと、あのジェンゴがいないとできない企画じゃん。ということはマキさんにしてみれば、自分が集めれる金っていうのがあってさ、その集めれる金の中で出資率3割とか4割っていうのをキープしないと、絶対に他の制作委員会の面々の声がでかくなってさ、企画はアンコントローラブル、いわゆるコントロールが取れなくなってきちゃうんだよね。自分が総合プロデューサーとしてハンドリングするためには、自分の会社の予算の中で3割か4割ぐらいやらなきゃいけないっていうあたりが、この世界の片隅にっていうのを何億で作らなきゃいけないかという時のすごい苦しい事情だと思うんだよね。だからぶっちゃけ言えば、日本のアニメのプロデューサーがもっと極端に個人レベルでね、会社プロデューサーじゃダメなんだよ。会社のプロデューサーじゃなくて、マキさんみたいなその個人経営でやってるような、自分の会社持ってるようなプロデューサーが自分の裁量権で5億10億動かせるようになってくると、じゃあ俺5億出すから、中国の会社、うん、おいでおいで、お前のとこも5億出せよ、で日本の制作委員会、おいでおいで、お前らも合計で5億出せよというふうな形で15億のバジェットのアニメーションが作れるんだけども、なかなかね、日本のその個人プロデューサーっていうのはそこまでのお金も持ってない。なのでお金出資する人はね、割と世界中からいっぱいいるんだけども、日本のアニメには天井予算が決まってしまってると。それは何でかっていうと、いつも出している常連の同業者の談合で決めるおじさんたちがアニメの予算の天井を決めちゃってるから。でそれを超えそうになったら、アニメの予算を増やすんではなくて企画を割ってしまうことを考えるからなんだよね。10億の金が出資されたら、それを現場にお金を回して作品を作ろうとは全く考えずに、それを割って10本の映画を作ろうというふうに考えてしまう。だからアニメの本数だけひたすら増えて現場の予算は全く上がらないというですね、まあこういう話であります。なので制作委員会方式が良くないというのは聞くんだけども、このメカニズムの上では良くないんだけども、その代わり日本では
かなりいい加減なアニメの企画も通りやすいということもあるんだよね。本来こんなアニメに2000万出すべきじゃねえよっていうような企画も通っちゃったりするから、これはまあよし悪しなんだけど、今日はあえていいもの悪者っていうのをちょっと設定して話してみました。どこを直せと言うんですかって言われて、ナディアがどこにも書いてありませんよって言われて見たら確かに似ても似つかぬものが書いてあって、なんで韓国に動画出したらそんなレベルの低い映画上がってくるんですか。向こうの人って難しい仕事が来たらどうするのかというと、一番うまいやつに出さないんだよな。一番の新人に回されてしまうんだよな。効率はいいんだけども、なかなか職人が育たない。韓国に動画出してたんだよね、不思議の海のナディアっていうな。でなんで韓国に動画出したらそんなレベルの低い映画上がってくるんですか。俺書いちゃったんだよな、連載で。あの貞本義樹作画監督がもうね、あの打ち合わせするじゃん、ナディアのコンテで打ち合わせして原画やって、原画はすごいの上がってんだよ。でこっから先動画だって言って韓国に出すわけだよ。韓国に出すっていうのは何かというと、宅急便で出すんだよね。宅急便でコンテ入れて、でなんだろうな、原画入れて、で背景とかのレイアウト用紙入れると、だいたい3週間ぐらいで向こうから宅急便が返ってくるんだよ。で宅急便開けてみると、だいたい貞本が怒るんだよ。で怒るだけじゃなくてね、あいつ帰っちゃう時があるんだよね。バイクに乗ってビャーって帰って、で電話したら、どこを直せと言うんですかって言われて、ナディアがどこにも書いてありませんよって言われて、見たら確かに似ても似つかぬものが書いてあって、なんでこんなにひどいんだよと。要するに何なのかって言ったら、国内のアニメーターのね、技術が高いとかそういう問題じゃないんだ。それは技術とか人材っていうのをどういうふうにするのかという国民性の問題なんだ。あのね、日本で例えば工場やってるじゃん。難しい仕事来たら職人が出てくるよね。難しい仕事であればあるほど、やり手の職人ができて、って言って、こんなのできるかって言って、ガーってやっちゃうじゃん。だから、同じ1万円の仕事でも、難しい仕事持ってきたら、1万円の仕事でも職人が、うわーってやって、ひょっとしたら5万円とか6万円かかる仕事をやっちゃう。それが日本の国民性であり、その日本の職人性でもあるんだよな。で韓国逆なんだよ。ナディアって、所詮1枚120円で描いてる絵なんだよ、韓国の人にしてみたら。で120円の絵っていうのは韓国にしてみたら結構いい給料だったんだよ、当時は。なので、おい1枚120円のアニメだとか、儲かると思ってバーッと受けるわけだよ。そしたらナディア見たらバカみたいにめんどくさいのが来るわけだよ。ですごいめんどくさいですって、もっと参考資料みたいなのくださいとか、作画指定をくださいっていうふうに外務省に連絡したら、そしたら1週間ぐらいしたら東方特撮全集っていう本が送られてきて、この中の井戸ゼロ大作戦にあるアルファ号を参考にして書いてくださいとか、デタラメな指定が来るわけだよ。で韓国の人見てしてみたら、そんなもん仕事にならないわけだ。でここは国民性の違いで、あのさ、向こうの人って難しい仕事が来たらどうするのかというと、一番うまいやつに出さないんだよな。一番うまいやつっていうのは一番稼げるやつだから、一番簡単な仕事をバッと取っていくんだよ。で1枚120円の動画、すごいうまいやつだったら1日100枚あげれるんだよ。そしたら日給1万2000円になるんだよ。当時のね、韓国だったら本当に毎月1台新車買えるぐらいの給料取れるわけだよな。そうやって一番うまいやつが一番簡単でやりやすい仕事をさっさっさとさらっていって、難しい仕事とかもう誰も嫌がるような仕事っていうのは一番の新人に回されてしまうんだよな。だから逆に言えば、これはなんだろう、効率はいいんだけども、であと強いものがちゃんと得をするシステムという意味では、それはそれなりにね、正当性があるんだけども、逆に言えばその職人性が育たないところでもあるんだよね。だから腕がいいやつはすぐに出世して経営者になって現場をリタイアしちゃうから、なかなか職人が育たないという韓国のそのなんだろう、国民性が持ってるあの文化の作り方の難しさみたいなものを俺ら目の当たりにしてさ、あのだから難しいシーンであればあるほどひどい作画が返ってくるんだよ。その意味ではね、エネルギー不滅の法則というか、ボイルシャルルの法則って覚えてる？ボイル、ルシャトリエの法則って言うんだっけ？あの、圧力と体積とには相関関係があって、圧力を高めれば高めるほど体積が小さくなってっていうのはあるじゃん。あれと同じで、なんだろうね、120円の作画で難しくすればするほどレベルが下がっていくんだよ。だからそれに対抗する。ちゃんとしたいい絵を上げて欲しかったら、120円という単価という絶対値を上げるか、もしくは線を減らして簡単な絵にするしかないんだよな。でも僕らはずっと、なんだろう、日本のアニメ会社と付き合っていて、職人仇っていうのを
日本人的に理解してて、国際的な理解で、てか、少なくとも日本と韓国の差っていうのをちゃんと理解してなかったから、どん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 変なものばっかり送る。で、韓国の人にしてみれば、それでも良心的に、どの部分を手を抜けば大丈夫ですかっていうふうに聞いてくるんだけども、それに対するガイナックスの返事は、もう毎回必ず 100% どの部分だけは手を抜くなっていう返事しか返っていかないからさ、余計ひどくなってきて。で、おまけに、ちょうどね、同時にあったのが、その、韓国からさっき言った動画とか、場合によっては仕上げとかが、完成したでっかい封筒の宅急便とか箱が送られてくるんだけどさ、なんかね、時々ね、ラーメンが入ってんだよ。でなんかなと思ったら、やっぱ韓国の人らも、俺らと交渉してると、険悪な雰囲気になるから、日本人的に気を使ってラーメンとか入れてくるんだよ。もう俺らにしてみれば、あんな貧乏な国から差し入れをもらわなければいけないぐらい。なのかっていう思っちゃうんだけど、まあまあ、ありがたくいただいてたりするんだけども、そしたら、なんかね、よそのね、作画スタジオで、うちだ、ガイナフじゃないんだけども、箱開けたら麻薬入ってたっていう事件があってさ、それのおかげで税関で韓国から日本に送られる作画一時期全部ストップした時期があって、めっちゃショックだったんで、もう俺ら、ラーメンとかそんな余分な気を使わなくて絶対にいいから、余計なものは何一つ入れないでくださいって言ってたよ。で、向こうの人は、その事件をまだ知らない。日本ですごいアニメ界で有名になったんだけど、全然知らないから、え、なんで入れちゃダメなんですかって言うんだけど、俺らは、だって麻薬とか入ってたら困るし、言いたいんだけど言っちゃいけないから。すごいもどかしかった。で、それで韓国の人と作画の意思疎通がうまくいかなくて、例えば、ナディアは黒人っていう女の子なんだけども、日本のアニメの黒人っていうのは色がそんなに黒くないんですと。肌色がちょっとアンダーになった感じで、唇も分厚くせずにこういう美少女風のキャラでっていうふうなことを説明するんだけども、やっぱり、韓国のアニメスタジオはやっぱアメリカとかいろんな国からの作画もやってるから、黒人っていうのはこういうふうに描くっていう常識みたいなものがある。それは一応作画指示っていう定本が書いた、設定があるんだけど、それを韓国に送るわけだよ。で、それを送るときは当たり前だけど、1枚とか2枚送るわけだよね。で、現地でコピーしてばらまくので当たり前だと思ってんだけど、日本人の発想としては。でも韓国にしてみたら、それを全部の下請けとかスタジオにばらまくんではなくて、メインのスタジオにだけ壁に貼っていて、残りの人間には口で言うというだけでやってるから、ものすげえ口の分厚いナディアとか書いてくるときもあるんだよ。で、そういうのの修正っていうのがあるわけでも、その修正もメールとかないんだよな。だからテレックスでやるか、もしくは、宅急便で手紙に書いて送るかっていうなんだけども、どうやってもダメな時は電話するんだけども、国際電話しかないんだよ。KDD が、悪名高い KDD がやっている1分間に、なんだろう、500円とか、下手したら1000円かかるの国際電話かけるわけだよ。作画が1枚120円なのに打ち合わせで1分1000円かかってたら、なんで俺たち韓国に出してんだって話になってきちゃうんだ。だから意思疎通がいつも十分じゃない状態でアニメ作ってた。そんなんだったんだよな。何のために韓国に発注してるのか。いや、韓国に発注した理由は、不思議の海のナディアっていうアニメが企画スタートした時に NHK が国会と、その時の日本政府で決めた話なんだよ。韓国に対する文化教育という形もあって、人件費って書いてるんだけど、人件費っていうものも確かにあるはあるんだけどね、そうじゃなくて、韓国に対する支援策で、一つは、まあ、経済的な支援っていうのを日本にやってるじゃん。で、それ以外にも文化的支援っていうのをやってる。例えば、韓国の文化を日本で紹介するってことに関して、文化庁がお金出したり、場所を提供したりするのと同じように、公共放送である NHK の番組の中で年間いくつかは韓国のスタッフを、例えば呼んで入れるとかだね。つまりこれはインターン制度みたいなもんだ。それとか、アニメのこの部分を外注して韓国のアニメーターを育てるというふうな形で、国際貢献というのをやってたんだ。それにたまたま当たっちゃったんだよな。で、たまたま当たったってもう今は悲劇みたいに語ってんだけど、当時俺らすごい喜んでいて、いやもう岡田さん心配しないでくださいと。ガイナックスのような、まあこの間までビデオとか映画とかやったことがないような体力のないって言い方するんだけども。つまり、毎週毎週のアニメなんか作ったことがないような会社でも大丈夫です。韓国の精鋭動画というところが責任持ってフィルムまで仕上げますからって言われて、俺とかその外のプロデューサーだった井上さん、うはうは喜んだんだけども、なんか、現場知ってる庵野にしてみれば、本当かよっていうふうにずっと言ってたんだよ。でも俺はどちらかというと、安心感の方にすがりたかったから、大丈夫だよ、あんの絶対大丈夫だよって、韓国の人も人間だよとか、むちゃくちゃなこと言いながら。
人の心もあるよみたいなことを言って、現場に入ってきたらもう俺が一番韓国の悪口言ってる状態になるわけ。北京大学でのトムニョフ主義の講演会っていうか、公開講義みたいな形だったそうですね。それは明治大学とのですね、共通の講座で、先端アニメ、交流会というような名前でですね、中国と日本とはそれぞれ、お互いが持っているアニメーションとかコンテンツビジネスに関しての先端的な講義っていうのをそれぞれ交換でやろうって話で、でそれが日本から富野さんが行ったんですね。で日本から行ったのはですね、富野さんと、まあ、あと付き添いで富野さんの奥さんもいらして、でさらにその付き添いで明治大学側として明治大学の教授の、藤本ゆかりさんっていうですね、あの漫画評論をやってる漫画の研究家の方もいらっしゃいました。この人は岸君もですね、あの皆さんが今手元に持ってると思うんですけども、あの千曲書房の遺言という本がありまして、この遺言という本の編集者でもあるんですね。だから一体なんかどんな話があったのか、またあの今度藤本さんからも聞けると思うんですけども、富野さんはその中国での何だろう、自分の講演特別講義にすごいショックを受けてらっしゃいました。で、なんでかというとですね、あのもう600人ぐらいの教室がいっぱいになったそうなんですね。で、5年ぐらい前にですね、人民大学っていうところで中国で、それもあの割と中国で本当にトップレベルの大学なんですけど、そこでした時にはまだ400人1回行かないかぐらいだったんですね。それが600人の会場がほぼ満員になって、で、ものすごい熱心なアニメファンばっかりだった。で、北京大学自体がですね、学生数が4万人なんですね。もう本当に巨大な大学なんですよ。でそれでもマンモス大学だから偏差それなりかというとそうじゃなくて、まあ、いわゆる中国の東大ハーバードですね、まあ、人口が多いからそれのトップ中のトップ、とりあえず経済的にもトップだし成績とかもトップの人間ないともう北京大学なんか入れないわけですね。その北京大学に入ったらですね、北京大学のですね、アニメ圏っていうのがあってですね、このアニメ圏の人数だけで600人いるそうなんですね。俺らそんなの聞いたことないですよね。おまけに北京大学に行くような人たちですから、勉強できるだけではなくて、エリート候補なわけですね。産業界とかですね、あのビジネス界全体のエリート層として期待されて、で、中国中の田舎とか都会からガーッと北京に集まってくるわけですね。で家の誇りとか名誉とかですね、一族とかですね、あと地方地方のですね、期待というのを背負って、まあ、北京に来て、北京大学に行ったら、何を間違えたか、アニメにハマってしまってですね、で、なんだろうな、今やビデオ流出事件とかで日中関係が怪しくなっているところなのに、日本人の講演に聞きに来るというですね、これ後でドミノさんに聞いたんですけども、実は、あの事件が、いわゆる、尖閣諸島事件が起こってありとあらゆるですね、中国で日本との文化交流が全面的にほぼストップしてしまったと。でコンサートとかも全部中止になりましたよね。でそれ以降初めて行われた日本人の、 なんだろう、文化交流だそうですね。でそれぐらい北京大学はそれをやりたがってるし、あと北京大学っていうとこ自体が実はその中国の中でじゃあそのエリートばっか集まってるから体制万歳、中国共産党万歳の組織なのか、そうではなくてかなり過激な学生運動の拠点でもあると思うんですね。だから政府としてもそのガンダムの富の宗教を見たいという学生の声を抑えてしまってはまた暴動になるというふうに考えた。本当におそらくそう考えたんですよ。他の大学でもですね、アニメ圏っていうと大体数百人規模だそうです。つまり中国ではですね、今エリート層が行く大学が学生数数万人規模になってきて、でその中でアニメ圏っていうのが数百人、だから北京大学400人、4万人のうちアニメ圏が600人ってのはすごいですよね。北京大学の人口の 1.5% がアニメ圏に入ってるってことなんですよね。そんなの聞いたことがないですよ。日本でも一番アニメや漫画が盛んだった1980年代後半から90年代入りかけぐらいの時ですね、その時代でもですね、大学の人数の 1% が万件アニメ系に入るなんてことは僕は聞いたことがないんですけども、本当にそれぐらい、日本のですね、だって万件アニメ系に入るってことはイコール日本文化に対して僕たちは好きですって宣言してるようなもんだから、ある種それを北京で宣言するのは危ないことだと僕は思うんですけども、それを危険を落としてまで入ってくるし、あと熱心に富野さんの講演を聞きに来る学生がそんなにいる、アニメ圏がそんなに存在しているところをびっくりしました。で、これが中国人の大学がまあそういう感じだそうです。今万件アニメ圏に人がワンサが入っている状態で、でこれを見て富野さんは
何か変わりつつあるというふうに考えたそうです。まず一つ言えるのは、中国ではですね、富野義行のガンダムにしろ、海のトリトンにしろ、ザンボットにしろ、イデオンにしろ、どの作品も一度もオンエアされたことがないんですね。で、どの作品も DVD もビデオも売られたことがないはずなんです。ところが、その北京大学のその講演会に来てくる600人の一般公開のですね、講座なわけですね。だから大学外の人も来てるんですけど、その人たちは全員ガンダムを知ってるし、ガンダムを見ているし、富野義行という人が目当てで来てるんですね。変な話なんですよ。もし中国が本当に、世間で言われているように、マスコミで言われているように、言論統制が取れていたり、中国共産党によって情報統制がされていたら、富野義行の名前を知ってるはずがないし、いくら、もし名前を知ってたとしても、それを映像で見てるはずがないんです。でも、もうほとんど来てるやつは全員見てるし、ガンダムを通して見たやつばっかりなんですね。で、富野さんは、それで言論統制というのは、ああ、なんかやってるって言っても、実はもうそれが成立してないんだなっていう考えだそうです。僕らがですね、中国はまだネットに関しては抑圧してると、その抑圧はあるでしょうし、国家による制限はあるんでしょうけれども、完全な抑圧なんかできるものではないというのが、この位置でわかります。おそらく世界で一番厳しい監視下ですね。北朝鮮とかもっと厳しいでしょうけど、北朝鮮はそれ以前に、パソコンとかそういうものの絶対数が少ないですから、ある程度豊富にある国でですね、でかなり国が制限してるはずなのに、もう国民に隠せなくなってる、抑えられなくなってる。で、諸外国に対しては中国共産党が情報統制してるんだぞっていう、ジェスチャーとは言わないですけども、そういう虚勢だけは張ってる状態にじわじわとなりつつあるんだなっていうのを僕が富野さんの講演を聞いて感じました。で、ですね、あともう一つ富野さんが感じられたのはですね、この熱意の凄さですね。日本のアニメファンは富野さんから見たら熱的に徐々に下がってきているんですね。まあファンがぬるくなってるって言い方をよくするんですけども、そうというよりは本当に熱意全体が持ちにくくなってる。で、多分日本のファンだけを見てたらそれはよくわかんないんですよ。中国に行って富野さん北京大学に行った時に、あまりの膨大な熱量をバッと浴びて、ああこれだと富野さん思ったそうです。20年ぐらい前に俺がガンダムやってた時に、でガンダムが終わった後イデオンが終わった時に、富野さん自身も参加したアニメの受け手送り手接触キャンペーンというのをイデオンでやったんですね。で、受け手送り手というのは何かっていうと、アニメを作る側とアニメを見る側が対等の立場になって出会おうよっていう、なんかその当時のアニメ界ではかなり革新的なキャンペーンやったんですよ。当時のアニメ界っていうのはアニメを作る人とアニメを見る人の間にはすごい距離があって、で、アニメのファンの人が業界に入るようなことはほとんど考えられない状態だったんですね。で、その時代からアニメを作ってこられた富野さんは、なんだろう、今北京に行ったらですね、その当時20年ぐらい前のあの当時の熱いアニメファンと同じようなやつらがいる。でも違う。何が違うのかというと、こいつらは最先端エリートで、おまけにこの大学だけで600人いて、そしておそらくこの国には何十万人といるんだっていうことに衝撃を受けたそうです。これは何になるんだろうって話をしてました。で、はっきり言って5年から10年後、日本のアニメ産業は負けるなっていうふうに感じたんだと思います。今中国では平日、土日以外のですね、ウィークデーは夜も朝もアニメやってるそうです。で、これをもう何年も続けてるそうです。で、この基礎力がずっと続いてるってことは、日本のテレビ業界でいうと60年代末ぐらいの状態に徐々に近づいていくと。もうすぐブレイクスルーが起こるであろうということは、富野さんは自分自身の経験ではっきり分かっている。なのでここから5年後10年後日本のアニメ界がおそらく負けるであろうということは富野さんだんだん見えていってる。もちろんお話作りとか、なんだろうな、内容とかセンス、キャラクターとかのセンスは日本にまだ分があるかもしれない、日本は勝ってるかもしれない、しかしそれはどういう勝ち方か、僕は自分自身が思いついた例があったので楽屋で富野さんにぶつけてみました。ですね、1960年代ぐらいにソニーがですね、小型のラジオを作ってですね、アメリカに輸出したんですね。で、アメリカ人が、感心しながら笑いました。日本人は国土が小さいし、なんだろう、国民も背が低くてちっちゃいから、こんなちっちゃいの作るのうまいよね、俺たちこんなちっちゃいの作れないよって言って、その当時アメリカは大型のテレビ、大型のステレオ、大型の冷蔵庫、ひたすら大きいものを作り、アメリカの車もひたすら大きいものを作り、日本から輸出されるコンパクトカーとかですね、もしくは小さいテレビとか小さいラジオを見て、ずっとアメリカ人は笑ってたんですね。でも、そんな小さいものを作る技術っていうのは彼らにはなかった。そのもの別に必要ないよ。俺たちだっていざとなれば作れるんだ。そんなものは日本に任せちゃえばいいんだよと言って、
徐々にアメリカの没落が始まりました。アメリカの家電製品の没落っていうのは、1970年代から80年代ぐらいで、ついにアメリカの国内でですね、テレビを作れなくなったっていう事件が起こったんです。もちろん作れるんですけども、アメリカで作ったらもうとんでもなく高くついちゃうし、テレビ、あのブラウン管式のテレビを作る技術者がアメリカではもういなくなってしまった。だからもうテレビみたいなものは日本人に任せればいいんだと。アメリカ最先端のもっとパソコンとか、あとなんだろうな、もっとカーブの先端やればいいんだって、アメリカ人は負け惜しみかわかんない、今見たら負け惜しみなんですけど、その当時はいや住み分けだよみたいなこと言って徐々に撤退していったんです。その結果家電製品でアメリカは1980年代後半ぐらいから完全に日本に乗っ取られたような形になった。現代はそれがまた逆転してですね、日本が韓国や中国に乗っ取られたような状態になってるんですけども、おそらくこれと同じような状況が今中国のアニメと日本のアニメ界で起こりつつある。で、僕らからしてみれば、中国の漫画やアニメというのは、もちろん、なんだろうな、その当時のアメリカのですね、1960年代の家電量販店の人から見たら、日本製品なんてろくなもんじゃないんですよ。壊れやすいし、安っぽいし、音も割れるかもしれない。安いだけが取り柄で、いっぱい作ってるっていうのもんですね。でもそこからずっと作り続けてきて、ずっと研究してきたら、10年か15年ぐらいでアメリカ製品を全部ひっくり返すぐらいの力を持ってる。で、この家電製品でやったようなことを中国はコンテンツビジネスでやろうとしているのではないかっていうのが富野さんの読みです。だからこそ北京大学のその、なんだろう、最高学府の学生たちが数百人アニメ系に入るような事態になって、そして彼らが5年後、10年後、なぜその中国の東京大学、中国のハーバードですから、現場に入るんじゃないんですね。彼らがプロデューサーになり、映画のですね、会社の重役になり、で、それらを輸出するようなビジネスマンになって中国のコンテンツ産業に参加していくわけですね。で、はあ、なるほどと思って、まあそういうこういうふうに見ればいいんですかというふうに富野さんに聞いたら、あ、そうですっていうふうに富野さんおっしゃいました。今のですね、中国のアニメっていうのは多分中国の宇宙開発と同じようなものなんですね。で、国策としてですね、一気に先進国にですね追いついて追い越そうと考えている。だから世界最速のコンピューターを中国が作る、で、世界、最高の宇宙開発も中国がする。そしてそのうちコンテンツビジネスでも漫画やアニメでも、世界最高のものを中国がやるというような意思が、それは、逆説的に聞こえるかわからないんですけど、僕主語で中国がって言ったんですけども、そうでないのが恐ろしいところです。彼らは国民一人一人がやりたくてやってるのがこの恐ろしいところなんですね。つまり北京大学に来た、さっき言ったようにですね、北京大学というところ自体が学生運動の時代の東京大学みたいなもんですからですね、学生運動の本場でもあるんですね。だから反体制で頭のいいやつが集まるところでもあるんですよ。だからこそ YouTube とかも見まくって、だからこそガンダムしてるやつばっかりが集まるわけですね。そんな状況の中で富野さん講演されてきて、なんだろう、国策としてアニメを作ろうとするだけだったらそんな恐ろしくないんですよ。国家を挙げてアニメを作ろうって言ったらそんなもんができるかよっていうふうに思うぐらいの、なんだろう、反逆心は富野さんはまだお持ちなんですけども、そうでなくてですね、あ、こいつら一人一人が本当にアニメが好きだったり、だからおそらく宇宙ビジネスも好きだろうし、おそらく、なんだろう、世界最速のコンピューターってやつも好きなやつが、何億人というのは多いですけど、何百万人、何千万人という募集団がいて、その中で最優秀のやつ集めてるからだということで、なんだろうな、自分たちが作ってるアニメビジネス自体が、本当に足元がこうグラッとするのを感じておっしゃってました。なんかね、ちょっとね、怖いなと思ったのは、かつての米国と日本の関係を考えると、アメリカは先端技術でですね、家電製品があったわけで、家電製品作ったわけですね。ゼネラルエレクトリックのですね、冷蔵庫とかですね、そういうのは日本人の憧れだったわけなんですね。それを日本人が作るようになったわけ。そしたらアメリカ人は、もう、生産する手段を失ってしまって、で、どうなったかっていうと、じゃあ、企業の買収だけしてればいいやと。で、ここでマネーゲームの方に。じゃあ、日本が生産を持っていて、アメリカが、金融経済だけ発達してたのかと。そういうわけでもなくですね、徐々に形が変わりつつ、これだけでやっぱり国というのが成立しないので、こっからアメリカはですね、徐々に IT 化の方に動きました。で、日本も同じく IT 化の方に動いたはずだったんですね。まあ、日本の場合、マルチメディア化っていうのは80年代ぐらいに言われてました。で、結果、今どうなってるのかっていうとですね、このマルチメディア
やっててですね、日本はソニーなりですね、あと富士通なりがパソコン作ったり、コンピューター作ったり、スパコン作ったり、あと、ゲーム機作ったり、携帯電話を作ってたはずなのが、これがいつの間にかガラパゴスターというふうになってきた。で、こっちがどうなったのかというと、プラットフォーム化するような。プラットフォームっていうのは何かっていうと、ネットとかのインフラを作る、もしくはそのインフラの中の仕掛けそのものを考えることですね。だから今アメリカはですね、このマネーから IT からプラットフォーム化という形で産業形態を変えてですね、そのネット上の仕掛け仕組みというもの、もしくはそこで行われるどのようにして情報を交換するのかというルールですね、情報交換のルールを決めることによってネット上の法体系、事実上の法体系を決めてしまったわけです。プラットフォームというのはこれはネットがアメリカの大好きな法社会になったということなんです。で、日本はところがその中でガラパゴス化しちゃったから、こっからもう一回産業界がネットの中に入ろうとしたらどうしてもアメリカのプラットフォームに乗らざるを得ない。ので日本のコンテンツ産業は作っても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 アメリカのプラットフォームにお金を与えるだけになってしまった。では日本の家電はどうなったのかっていうと、中国や韓国が作るようになってしまった。もうかつてのアメリカを日本が応用した時と全く同じ構図ですよね。コピーになってしまう。そうすると日本っていうのはここで真ん中で抜かれちゃってる状態なんですね。かつてお金を稼いでくれた家電の方は中国や韓国の方に奪われて、そしてマルチメディアとかで、情報立国になるはずだったのが、それはプラットフォームという形でアメリカに抜かれて、真ん中でですね、何もない状態になっている。でもその中でもコンテンツビジネスだけはあるよ。つまりソフトだけはあるよ。漫画とアニメはあるよ。あるよって言ってるのがですね、ピクサーぐらいの規模でアメリカに CG 作られたら、CG の方はアメリカの方に抜かれるし、そうじゃない日本人がやってる手作業のアニメっていうのは、中国が本格的にやって、そんなに北京大学の学生がアニメーション好きで研究とかやりだしたら、これ10年先はどうなるか分かんないぞっていう話なんですね。外人さんから見たら日本のアニメや漫画のキャラクターは白人みたいに見える。本当の日本人はこういう顔なんだけど、アニメの中の日本人こんな顔してんじゃんかよ。実はですね、欧米の人たちが見えるような人種的な癖っていうのが僕らには見えないんですね。ドイツ系トルコ人の女の子と話す機会があったのですが、日本の漫画やアニメの人物は、なんで白人みたいな顔立ちなのと質問されました。その時は、漫画だってルーツはアメリカにあるから多少は影響あるんじゃないかな、でも今の作家さんたちは白人と思って書いてないと思うよと答えたのですが、もう少しベストな回答は何かあったのかなと若干心残りです。岡田さんならどのように回答したでしょうか。ちなみに彼女は日本の漫画やアニメはそれほど見ないタイプだそうです。外人さんから見たら、特に欧米の人から見たら、日本のアニメや漫画のキャラクターは白人みたいに見える問題ってやつですね。これね、よく言われてることらしくて、僕もネットで見たらですね、こういうふうにまとめてる人もいました。美人とされるアニメキャラは白人の人種形質を持つというですね、こう研究なんですけども、こういうふうにですね、本当の日本人、アニメの中の日本人、本当の日本人、アニメの中の日本人、正面から見ても、なんかこう体型がこういうふうに違う。例えば、よく言われるんですけど、日本人の胴回り、女の子の胴回りっていうのは、ワコールの研究によると長方形なんですね。で、それに比べて白色人種というか欧米人っていうのはですね、楕円形なんですよ。なので、日本人の胸板っていうのは、なんかどうやってもウエストがスリムに見えにくいってことがあります。で、日本人のというのは背骨がまっすぐ、アニメの中の日本人というのは背骨が S 字になっていると。で、これを見てもわかる通り、実際の日本人とアニメの中の日本人というのはこんなに違うじゃないかと。足の下だってこんなに長くなってるぞと。あと顔だって本当の日本人はこういう顔なんだけど、アニメの中の日本人こんな顔してんじゃんかよ。つまり、これって西洋人的な特質持ってるから、みんな白人コンプレックスみたいなものがあって、白人っぽく描いてんじゃねえという指摘が多いそうです。それをさらに検証して、ネットから拾ってきた画像なんですけどね。ナルトだって、ちゃんと日本人っぽく描いたらこうなるっていうですね、大きなお世話みたいな。デスノートのキャラもこういう風になるはずだということのことで、まあ、日本人と白人とのですね、顔つきの差っていうのは、例えば、目と眉の間が、狭い。目と眉の間が広いっていう。白人と日本人ではこういうのは差があるんですけど、アニメキャラとか見たら全部これ白人っぽく描いてるよと。
まあ、言われてみればその通りなんですよ。じゃあなんでそうなのか、それ本当に白人コンプレックスがあるなのかというと、僕が考えるのは仮説は違います。実はですね、欧米の人たちが見えるような人種的な特質っていうのかな、癖っていうのが僕らには見えないんですね。例えばアジア人っていうのは目が細いとかですね、肌の色が黄色いというふうに言われるんですけど、実は僕らはそういうふうに見えないんですね。例えば日本人にも色白って言葉があるんですよ。それは何かっていうと、日本人の色の、肌の色の範囲の中で白いか黒いかが問題なのであって、世界基準のような世界白い黒いなんて話僕らしてないんですね。鼻が高いというのは日本人の鼻の範囲の中で高いか低いかであってですね。ということでですね、この欧米のような、特にそのドイツ系トルコ人とかですね、どっちでもいいですよ、トルコ系ドイツ人、そういうようなことをごく自然と書いてくれるような人っていうのは、人種が混ざってる国、環境に住んでるんですね。で、そういうふうなところに住んでる人たちは、人種ごとの差が気になるんですね。アフリカ系だから髪の毛がチリチリだっていうふうに考えるんですけど、僕ら日本人は日本人の中、東洋人の中での癖毛とかそういうようなものを考えるだけなんですね。でも日本に住んでるのはもう 90%、90何%が東洋人なのでですね、人種ごとの差ではなくて、東洋人の範囲の中の差を漫画の中で書いてるだけなんですよ。だから漫画の中のキャラクターが白人っぽく見えるというんではなくて、東洋人の中で主役っぽい顔を描いていくと白人的な特徴に見えるだけなんですね。で、それがなんで白人的な特徴なのか、黒人の特徴なのか、メキシコ人の特徴じゃないのかというふうに言われても、僕ら日本人は黄色人種の顔の配列の中で描いていったら勝手にそういうふうになってしまう。で、その絵柄も手塚治虫の頃からずっと一定というわけではなくて、ブームによってどんどん変わるわけですね。なので、あくまで同じ人種ばっかりがほぼ周りにいて、その中での差異を書いてしまうので、どうしても東洋人を書いているように見えないっていうのが回答だと思います。新婚旅行はね、ちゃんと行かなかったんだよ、俺、確かね。で、なんでかっていうと、結婚した時にはもう大阪でゼネラルプロダクツっていうお店やってたからさ、で、もう本当にそのお店に集中してたから、何にも新婚旅行とか行ってなかったんだけども、結婚してね1年半ぐらい経ってから、そんなに働いてるんだから、まあ、そろそろ旅行行ってもいいよっていうふうに他のスタッフも言ってくれたん でそれで新婚旅行にフロリダに行ったんだよね。アメリカはねもうあんまりね差別ないなというふうに思ってたんだけども、80年とか81年ぐらいのフロリダのプールとか海だよね。でプールとか海はではですね、黒人が黒人男性ゼロだった。で黒人の女の子はいたんだけども黒人男性はゼロだったんだ。で東洋人も僕らだけだった。でそれは別に入り口のところに白人のホワイトオンリーとか書いてるわけじゃないんだけども、プールサイドとかあとビーチとか行くと変な視線っていうのかなはちょっと感じたよね。えっていうふうな感じでやってて、アメリカって人種差別がないことにはなってるんだよね。だから人によると人差別っていうのを社会としてはないようにしてるから、逆に個人の中に鬱屈してるっていう表現を取る人もいる。つまり社会としては黒人差別はないし、いわゆる東洋人差別もないと、おまけに年齢差別もないし性差別もないと、社会のシステムとしては差別をなくすんだけども個人の偏見っていうのは割となくなってない、まあ、そういうふうなところだったんだ。でプールとかね、なんかビーチみたいなところって80年代の頭あたりって一番微妙な時代だったらしいんだ。で今はもう違うんだよ。俺90年代に入ってから、まあようやっとアメリカ行く時に余裕出て、例えばホテルとか泊まったらそのホテルのプールとかも行けるようになったんだけど、気持ち的な余裕が出てきて行けるようになったんだけど、その時にはもう全然関係なく中国人もいればベトナム人もいればメキシカンもいれば黒人もいればというふうなことでもう人種が一つになってばやってたんだけども、80年代頭のフロリダのなんだろうな、ディズニーリゾートのプールとかビーチにはやっぱ黒人は女の子しかいなかったね。今週僕がびっくりしたのは、びっくりしたということはないんですけども、噂になってるですね、銀魂のですね、第1話の記者会見シーン見ました。銀魂は少年ジャンプでやってる、漫画なんですよね。で、それの、
3年前にこの地上波でのオンエアが終わって、で今回ですね、また再開するんですけども、再開するにあたって銀魂完結しますと前回言ったんですけど、結局完結しませんでした。またテレビアニメやります、すいませんみたいなですねやつをですね、例の野々村議員のですね泣きじゃくって会見するというパロディでやったんですね。で2分半ぐらいあるんですよ、それが。でほうって思ってですね、立ち悪いことするなと思ってみたら、冒頭40秒ぐらい何にもないんです。これが野々村記者会見の完全なパロディでですね、あれ記者会見の会場から放送が始まってもですね、野々村議員がなかなか出てこなくてですね、カメラが固定しっぱなしでずっと待ち遠しいです、まだ会見が始まらないです、時間かかってるようですねってアナウンサーの声でかい聞こえるのが、まるまる銀魂のアニメでですねやってですね、すげえなと思ってたら、そしたらやっと出てきて、泣きじゃくりながらやると。でただ良くないところもあってですね、この辺はですね白箱を見て真面目にやれよって思うんですけども、ギャグっていうのはですね、作る時に真面目に作んなきゃいけないんでですね、銀魂のその謝罪記者会見も野々村議員の面白いのは変な顔の泣きじゃくり方です。まず怪獣映画のこうジタバタするみたいでこんな風にやってるのがいいんであってですね、それがもう突っ伏したままで声優さんの声の出し方の芸というのに甘えてんですね。ふざけんなと、アニメをなめるなと、真面目にやれとギャグアニメなんだから、なんかねやり方ってシナリオでねこういう風に書いたから、さあ野々村議員のパロディやりました、銀魂の第1話の冒頭これです、過激でしょ皆さん、アニメファンの皆さん2チャンネルとかいろんなところですごい過激だ、神とか持ち上げてくださいよっていう、アニメをなめた体制が許せなかったですねアイデアは良かったけど真面目に作れと思いました。声優さんだけに頼るなよって思いました。岡田斗司夫の動画見た後にアニメ見ると、作画の思惑とか細かく見ようとしてめっちゃ考えるからすげえ疲れるって。いやそれでいいんですけどもそんなことを考えなくていいようなアニメは見ないでいいですからですね、逆に僕それが普通だと思うんだけども違うのかな。岡田斗司夫を見て作る側になりたくなった、将来友達とコミケ目指そうかな、将来じゃなくてすぐ目指しましょう。それはねやってみた方が分かるんですよ。ものを理解する時の一番いいのは、第一段階として見るなんですよ。見るとか体験する、でそれで面白かったら真似するとかですね、自分も参加してやってみるなんですけど、第三段階で最終的に人に説明する、人に教えるっていうので、自分の理解とか納得っていうのが一巡して、すごい自分がステージ上がれるとかですね、レベルが上がるんですね。でコミケ目指してですね、ものを作る側もいいですし、コミケの方でですね、これは何で面白いのかって語る側でもいいんですけど、やってみると本当に自分の理解力めちゃくちゃ上がりますから、ぜひやってください。ランバラルというおじさんとハモンさんという人がですね初登場するシーンだったんですね。これホワイトベースっていうのを追撃しに来たんですね、敵討ちに来て追撃しに来たと。でホワイトベースっていうのがですね、逃げてるのに対して追いかけてくる、さあ攻撃しましょうというふうな時になってですね、2人のセリフです、ハモンですね、女の人の方が、ガルマ様の敵を討つチャンスというわけですかって言うと、ラルが、そう急ぐなハモン、奴の地点は我々の基地からかなりの距離だ、航続距離を計算に入れなければって言うと、部下のクランプっていうやつがですね、このザンジバルなら問題ありませんが、他のはただの大気圏突入カプセルですからって言います。でこの報告を受けた間にランバラウルはですね、コックピットの最前列の椅子の方へゆっくりと歩いていきます。でゆっくりと歩いていって、なんかこう座るんですね。でこっからです、そういうことだと言って、いわゆる腕をこういうふうに組んで正面を向いています。ハモンさんはこの後ろのポジションにいつの間にかゆっくりと行って、ここの膝掛けのところに手をかけてます。でこれですね、実はアニメーターっていうのは全て何かの演技やってる時はその行動を実際にやるんですよ。だから走るシーンでは椅子から立ち上がって一応走る真似するし、腕を振り上げるシーンはもうどんなアニメーターでも、それはもう大塚康夫さんですら一回手を挙げてこうやってから描くんですね。全て一度肉体で再現してから描くっていうのがもうアニメーターの習性だと思ってください。なのでここで腕を組んでるランバラル、こうやって腕を組んでるランバラルっていうのも、ここで手を乗せるハモンというのも一度自分で軽くやってから描いてるんですね。なので演技に実はこれ意味があるんですよ。で、そういうことだっていうとハモンが、これに対して問いかけると、ではこのまま、お見過ごすおつもりですかっていうふうに聞くんですね。
で、このランバラルの目線変化ですね。こうやって前を向いてる男がハモンに言われて、振り返らずに左上を見上げるだけの表情で答えてると。ここら辺がその安彦さんの演技のうまいところですね。これだけの演技でこうちゃんと聞いてる感じがするんですね。そうすると、ラルがですね、フッ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 と答えるだけですね、私の任務はガルマ様の敵討ちだ、ドズル中将からの直々の命令をっていうシーンなんですけど、これ2つに分けます。フッフッフッという時は目を閉じると、ハモンの方に目線を置いたのを前に戻すんじゃなくて、目を閉じて腕を組んだままフッ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 、私の任務はガルマの敵討ちだと、ドズル中将から直々の命令をっていうところでもう一度目を開けるですね、なんでやり過ごすものかよというふうに目を開くわけですね。そうするとハモンがですね、そこで肩に置いてる手をですね、背もたれに置いてる手を動かしますですね。こんな感じになります。でもただいま体験突入してる途中です、ご無理はっていうふうに声をかけると、ランバラールの返事ですね、はっきりとハモンの方をさっきのように横目で見るのではなくてですね、首を少しだけ曲げてですね、しかし手出しをせずに行き過ぎる男だぞ、お前は嫌いなはずだったなって言って、肩にかけられた手を握るんですね。まあ、この手の握り方がエロいとも言えるんですけども、これね、連続自分で皆さんやってみてください。ランバラルっていうのは今何を考えて、ハモンはなんでこんな行動したのかなんですね。実はランバラル、セリフでは全部余裕があるんですけども、めちゃめちゃ追い詰められてるんです。宇宙戦艦与えられて、でホワイトベース討伐敵討ちの命令与えられて、やらなきゃいけないと。しかし航続距離もあるから、できるかどうかわからないので、緊張して腕を組んでるんですね。人間というのはこうやってる時は絶対に緊張してるんですよ。だからその作画してる人間はこれ考える時はこうやるっていうことは、この人間緊張してると、いつ緊張を解くのかっていうと、自分の女に肩触られてる時に大丈夫だっていうふうに言ってあげることで、こいつの緊張が初めて取れると。だからハモンっていうのは何のためにいるのかというと、緊張しているランバラルの緊張を取るためにいろいろ話しかけて、結果ランバラルは大丈夫だっていうふうに答えることによって、ちょっと心が楽になってると。これだけの演技っていうのは作画してる人間は絶対に意識するんです。さっきも言ったように肉体化してますから、肉体化してるとこういうふうにやった後で手を離す理由ですね、それまで目線もしか動かさずに話してたのが、振り返って、ハモンお前はそんな男嫌いだろうというところで、ようやっと心がゆっくりになってると。ハモンっていうのはそんな女なんです。ランバラルっていうのはこんな男なんです。でもそれ肉体化というのがわからないまま見てると、ランバラル渋いプロフェッショナルかっこいいっていうふうに見えちゃうし、ハモンさん内縁の妻色っぽいというレベルで終わっちゃうんですけども、一度演出アニメーターの目で、そのなんだろうな、こういうシーンを見て自分でその演技をやってみれば、なんでこのシーンをわざわざ秒数使って入れたのかっていうのが分かるんです。で、さっきのラピュタのですね、弾を込めるだったら、まあ知識で分かるんですけども、このレベルになってくるとアニメーション作ってないとね、なんかちょっと分かりにくいところがあるんですよね。で、ここら辺がですね、なんかそのアニメーターに演技させてみてるっていうのが、面白いところですよね。さっきちょっと出そうとしたんですけども、2人の登場シーンですね。これドアがあります。でドアが最初閉じてるんですね、初登場シーンで、ドアが開いて、まずハモンが出てくるんですよ。ドア開けてハモンが出てきて、で開けたドアの横に立つと。でそうするとランバラルが後ろからゆっくりと出てきて、その後ハモンがドアを閉めて後ろからついてくるんですね。でこれもですね、なんでこんなシーン入れるのかっていうとですね、ハモンがいかにクレバーなのかっていうことなんですよ。クレバーっていうのはどういう意味かっていうと、戦場で恋人を連れてくると。ランバラルはいいんですよ。しかしハモンは周りにどのように扱われたいのかっていうと、ここで自分が先に入ってきたりするとみんなが嫌な女だと思う。なんでかというと、俺たちの忠誠、俺たちの信頼、俺たちが一番信じてるのはランバラル様であって、彼女の お前じゃないよというふうに思われるんですね。なのでハモンは思い切り極端なほどにランバラル様っていうふうに立てることによって、部下たちの気持ちっていうのを和らげてあげる。そこを夢で見るとですね、12は面白いです。ジオンの兵隊が雷を見てですね、連邦軍の新兵器だっていう時にですね、うろたえるなってランバラル怒るんですけども、ハモンはそれ以上に怖がって見せるんですね。
でハモンはランバラルの背中に手を挙げてあなたみたいなことを言うとハモンランバラルが安心しろって言うんですけども、ワンクッション入れることによって地球の雷というのを知らなかった部下に対してランバラルはそれ以上怒らなくて済むんですよね。こういうなんかそのハモンという女の人のものすごくうまいポジション取りっていうのもですね、大人になったからわかるそのガンダムの見方みたいなもんなんで、いや僕もねそんな二十歳の時にこんなの全然わからなかったんですよ。ガンダム初めて見た時二十歳ですから全然わかんなくて、うおかっこいい大人っぽいじゃんって思ったんですけども、いざ大人になってきて見たら、あこの辺の演技ってこういう意味があるんだ、あのアニメーションやっぱ作ったことがあるんで、どんな作画にもやっぱり何千円かのコストがかかってでそのカットを落とした方が楽になるとかですね、これやらなければ子供のなんだろうお弁当作れるって泣くおばちゃんとかがいるといやそれでもやってくれっていうの言わなきゃいけないんで、そういうふうなものが分かるのがいいと思います。10代男性からですねお便りいただきました。アニメや漫画の作品を見る際どのように見ればもっと楽しく見れますか。これねよく聞かれるんですよ。つまりあのぼーっと見てると面白くないというかですね、まあなんとなく見ちゃうと、で暇があったら YouTube とかでどん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 アニメとか見ちゃうんだけども、どうすればもっと細かく岡田さんみたいになんかこう解剖するように見れますかってことなんですけども、基本的にはですねその作品数が有限の世界、アートの趣味は作品数が有限ですか、それとも作品数がほぼ無限ですかってことなんですよ。つまり作品数が有限の世界、例えば僕が子供の頃はアニメーションっていうのは週にまあ大体5本か10分ぐらい、10本しかやってないから全部見ることが可能なんですね。で、こういう有限の世界では一つの作品をもうどん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 掘り下げて見ていく僕みたいな見方でいいと思うんですけども、作品数が無限の世界ですね。つまり今の皆さんのように現在オンエアされている作品でも週に何十本もあって、おまけに過去の作品も動画配信とか YouTube とか含めればほぼもう無限に見れると。で、そういう状態の中にあるとですね、自分に合う合わないっていうのをもう素早く判断して切り捨てるしかないと僕は思いますのでですね、どのように見ればもっと楽しくっていうのは、基本的には自分に合う合わないっていうのをパッと見た上でです。で、次にですね、フレームをですね、意識すること。フレームっていうのは、その作品の奥にあるものと、その作品の外側にあるものを想像することですよね。例えばそのアニメのフレームっていうのをどん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 寄って見ていくと、コマ単位とか秒単位で見ることになる。で、なんでこの作画がこうなったのか、なんで こいつはこんな演技をしてるのかっていうのを、なんでそうなったのかを理由を考えると。これがこのフレームをどんどん寄っていく考え方です。例えばあの、未来少年コナンの第2話の旅立ちの回でですね、コナンがあのお墓を振り返ったらお墓の数がその元々おじいが言ってた人数となんか数が合わないと。あ、実はコナン以外に何人も子供が生まれて、そしてその子供たちは成長せずに死んでいったからお墓の数が多いんだっていうふうに僕その解説したんですけど、やっぱそれはそのちょっと見える、1秒弱見えるフレームにこだわってですね。で、それでなんでだろう、なんでだろうというふうに理由を考えることから、まあそういう考え方が出てくるんですけども、逆にですね、フレームを拡大するとですね、その作ってる現場が視野に入ると。アニメーションっていうのはこう見えた瞬間にですね、その外側のですね、作ってる現場っていうのがあるはずで、例えばそのアニメの雑誌もブログの記事もですね、すべてそれを拡大するとなんか背景が想像できる。背景込みで雑誌とか記事を鑑賞するというやり方でしょうかね。アニメーションやってるとそれのブログ記事とかがまあ見たくなったりですね。アニメーション雑誌とか見たくないじゃないですか。じゃあなんでそれが書かれたのかっていうのを想像するって考え方ですね。10代ですからまだあんまりこんな面倒くさいことは意識しないでいいとは思うんですけども、どのように見ればっていうのは基本的にこのフレーム寄ってみるか引いてみるか、あとは系統だってみるかですかね。監督なり何なりのそのやった作品をまあ縦横に追いかけてみるですね。みんなよくやるのがそれに出ていた声優さんのやつを追いかけてみるなんですけども、声優さんのやつを追いかけてみてもあまり流れっていうのがないんですよ。できれば監督なりですね、スタジオなりで、まず10代の頃は追いかけていくって、まあ当たり前のこと言ってますけど、それがいいと思います。質問です。岡田さんは自分でアニメを作るのと他人を作ったアニメを見るのではどっちが楽しいですか？
アニメ作りはですね、大変な労力を費やす作業だと思いますが、夏空を見たり岡田さんの話を聞いてると、作っている人たちが一番アニメを楽しんでるのではないかと思います。物作りにかける青春、才能ある仲間との共同作業、僕は味わったことがありません。完成したフィルムを見ているだけの僕は、ひょっとして残飯を食べているのでしょうか。見る側と作る側、どちらも知り尽くした岡田さんの答えを聞かせてください。あのね、いや楽しいのはね、それは絶対に人の作ったアニメを見ることなんですよ。これ本当なんですよ。なんでだって、あの楽しいアニメを選んで見ればいいわけですよ。でダメなアニメは見るのをやめればいいじゃないですか。ところが作る側になるとですね、これがいいアニメかクズアニメかっていうのはやってみないと分かんないし、おまけになんだろうな、仕事の後半になって分かってくる場合もあるんですよ。もちろん最初からこれ見て分かる時もあるんですけどもですね、なんかあれなんかコンテとか設定とか見たら面白くないと思うけど、俺の友達みんな盛り上がってて、これやろうぜやろうぜって言ってると、よくありますよね。なんかあの第一は自分はあんまりつまらないと思ったんだけど、クラスでみんな盛り上がってるからついつい見ちゃうって、で途中でやっぱ乗り切れなくてやめるっていうのがあるんですけど、あれ仕事の現場でもあれあるんですよ本当に。アニメーター仲間がこれ最高って言ってて、途中でみんながすごい辛そうな顔になってきて面白くなかったっていうのがね、よくあるんですけども、企画段階とか脚本とか絵コンであんな面白かったのに、なんで現場に入ったらこれっていうのが多いと。で才能ある仲間との共同作業っていうふうに書いてらっしゃるんですけど、それだったら別にアニメでなくてもですね、お店のバイトでもどこでも同じなんですよ。すげえやつっていうのはどこにでもいて、まあ面白いことを思いつくし、でそういうやつが面白いことを言ったらですね、あの一緒に乗っかればいいのであってですね、でもそれ一緒に乗っかって例えば独立して会社作ったりですね、店始めたりしたらやっぱり地獄かも分かんないじゃないですか。だから最高に面白いことには必ずものすごいリスクが伴うので、最大限効率よく楽しく生きていたいんだったら消費者でいることが一番ポイントだと思いますね。あのいいと思います。でただし作ることを妄想するっていうのはですね、面白さを味わい尽くすですね、あのなんだろういい方法だと思います。例えば好きな漫画をですね、漫画好きなのがあったらですね、それを読み返さずにネームって言われる、いわゆるあのセリフと構図だけをノートにダーッと書いてみるとかですね、再現してみる。あとは面白かったアニメっていうのをそれを映像で見返さずにですね、絵コンテ自分で書いてみるとか、これやるとすごいためになるんですね。でためになるし、あと以後アニメとか漫画を見るときに本当に面白さが何十倍にもなるのでおすすめなんですけども、あの何が言いたいかというと、要するにそのクリエイターぽくなるっていうのはね、案外ね、やった気になるだけでもね、かなり勉強になるんです。本当にそうなんですよ。ただし、もちろん本当にやってる人とは圧倒的な差があるから、そこのところですね、まあ礼儀というか、あの SNS とかで相手に質問するときは、まああの勘違いしないようにしてください。最初噂で聞いた時に何って思って、そんなのテレビでやってんのすげえなと思ったんです。異世界風俗をガンと書いてですね配信するっていうのは度胸があるのか頭がおかしいのか。日本のアニメっていうのは犯罪産業。最初噂で聞いた時に何って思って、そんなのテレビでやってんのすげえなと思ったんです。これ何かっていうと、ファンタジー世界の話なんですけど、ファンタジーの中であのエルフとかですね、いろんな種族がいるじゃないですか。でそういう種族がいっぱい集まってる風俗街があって、でその風俗街の中で体験しに行くお兄ちゃんがですね、金払って体験しに行くお兄ちゃんがレビューを書いて、で酒場の壁に貼るんですね。よくあのなんだろうな、異世界もののファンタジーで酒場の壁といえばこんな冒険をとかいう、そういうなんか尋ね人とかですね、ダンジョンの冒険のですね懸賞金とか貼り出される。そこにあそこの風俗に行って、こんな姉ちゃんとやってきたらこんな風に気持ちよかったみたいなレビュー書いたら、どんどん人気が出て金が入ってっていうような話なんですけど、まあ、アイデアはいいです。で、これをアニメにしようと。よくアニメにしたなと。これを放送しようと。おい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 と。よく放送局の OK 出たなと思ったんですけどもですね。さすがにですね、あっという間にそれが止まってしまってですね。まずですね、2月1日の段階でですね、3話まで海外で配信してたんですけども、ファニメーションっていうあの団体がですね、北米大陸で配信してるんですけども、アニメニュースネットワークで以下の声明発表したと。慎重に検討した結果、本シリーズは我々の基準から外れていたことが確認されました。我々はクリエイターに最大の敬意を払っており、コンテンツを大幅に変更するよりも削除が最も敬意ある選択だと考えましたっていうですね。いや、
いや、ちょっと待てよと。当たり前だろうと。だって僕ですらここに、これ出すときに、これまた、ブロッケンマンと同じく下に黒いテープ貼ってるんですよ。マジックだったらですね、もしかして透けてしまったらと思ってですね、真っ黒のテープ貼ってるんですけども、まあ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 、ね、日本のアニメーションというのは海外ではチャイルドポルノに見える可能性があるとかですね、いろんなことが言われているご時世にですね、風俗を、異世界風俗をガンと書いてですね、で、それを海外で配信するっていうのは度胸があるのか、頭がおかしいのかと思ってたら、気がついてなかったっていうオチでですね、で、3話までやって海外で配信が止まったと。そりゃそうだろうと思ったらですね、2月7日にですね、東京 MS テレビですね、東京メトロポリタンテレビジョン株式会社の編成上の都合により、今後の放送予定が中止となりましたっていうテストが来てですね。あ、日本でももう民放は無理なんだと。まあそりゃそうだろうと。逆になんで、いけると思ったのかの方が聞きたいんですよ。本当に。これがね、中止になったというこの関心は、もう、そりゃそうだ、そう、みんなもうコメントで書いてますよね。そりゃそうだろうしかないんですよ。じゃあ、なんでいけると思ったのかこそ聞きたいんですけどもですね。ただ、まあ、こういうことを一回やっちゃうと、ますますテレビ離れがですね、加速しちゃうんですよね。で、あともう一つですね、これね、言ってもいいのかどうか悩んだんですけども、まあ今後、重要になってくるんじゃないかなと思うポイントなんですけども、日本のアニメ、こういう、まあ、いわゆるちょっとエッチな表現もあるアニメとかですね、もしくはロリコンっぽい女性が出てくるアニメっていうのは、かつてのですね、例えば、ベトナムにですね、デルタ地帯で大麻が栽培されていると。だからベトナムに行くとなんかそのマフィアがですね大麻を仕入れてでヨーロッパやアメリカにですね麻薬を流したというのがありましたね。あとはまあ中南米でコカインが製造されてアメリカに輸出されるというようなまあ話もあるじゃないですか。であれと同じくですね日本のアニメっていうのはひょっとしたらこれからですねその犯罪産業という言い方極端かもわかんないですけどもグレーな産業としてのですね立ち位置があるかもしれないなというふうに思います。なんでかというと、日本っていうのはもうすでに、まあ皆様お気づきの通りですね、先進国から、経済的な先進国からですね、後進国に落ちつつあるんですよ。で、それはですね、そのメキシコとかですね、その中南米の貧乏な国で麻薬を作って、それがアメリカに行くっていうのと同じ構図。ベトナムで大麻が栽培されて、それがヨーロッパに行くのと全く同じ構図でですね、経済的な先進国から経済的な後進国に落ちつつあるんだったらば、ならばそれをもう受け入れてですね、その風俗の国というかですね、エロ的にグレーな国ですね、としてですね、輸出産業をちょっとね、今みたいな日本人のプライドを保つために、トヨタはまだこうだとかですね、ソニーはまだこうだ。それはもちろんあるんです。それもずっと続けてもいいんですけども、エロ的にグレーな国として輸出産業を再構成することを、偉い人はそろそろ真面目に考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあまあ、こんなのは、ね、まともな人間じゃない僕だから言えることなんですけどもですね、国際的に問題があるものであって、そしてものすごくニーズがあるもの、つまり、アメリカのそのファニメーションという団体が、それでも一回は我々で配信しようと思うぐらいのものであり、で、東京 MS テレビが自分たちがオンエアしようと思うようなものであったということは、実はものすごいニーズがあるということなんですね。じゃあ、そういうふうなことを先進国としての自覚を持って、じゃあもう今後やらないっていうのも一つの考え方なんですけども、もう一つの考え方として、いや、我々はもう経済的に後進国に落ちつつ、あるんだから、ここはもう、後進国あるあるで、グレーなものはあえてやるっていうような生き方もありなんじゃないかなと。で、それは国家100年で考えると、ちょっとね、人口が減っていって経済的な後進国になるという流れ自体は、もうどうしようもないことなんで考えておいた方がいいんじゃないかな。そのグレーなものを作るんだけど、例えばそれはリアルな人間を傷つけないものですっていうふうなことをちゃんと言うような言い訳込みで産業化の道を考えた方がね、ちょっとありなんじゃないかなというふうに思います。
筋肉マンっていう漫画がありますよね。で、筋肉マンの中にそのブロッケンマンっていうのが出てくるんですけれども、ブロッケンジュニアですね。で、もう俺今回、これ YouTube の方で何か問題になったら嫌だから、ここにシール貼って隠してますけどですね、ブロッケンマンはですね、腕のこの位置にですね、めちゃくちゃはっきりとハーケンクロイツ、いわゆる鍵十字っていうのが書かれてるわけですよね。で、このハーケンクロイツっていうのはドイツではですね、その表現するだけでもう罪に問われるわけですね。そんなもん書いちゃって配っただけでですね、ダメなやつなんですよ。で、ダメに決まってるんですけど、ところが、筋肉マンのゆで卵先生がそんなことわかるはずがないし、80年代の少年ジャンプにですね、そこまでチェックできるはずがないんですよね。しかしですね、これはもうダメだっていうのはもうみんなもわかる通りだと思うんですけども、これが、これは80年代の常識なんですよ。あ、気がつかなかった、ダメなのか、しまったな、なんですけども、2020年はもうそれじゃないですわけですよね。そっからもう30年以上経ってるから、気がつかなかった、悪かった、で、謝ることはないっていうのは、もう通用しない世界で、謝るのが嫌だったら最初から売らなきゃいいんですよ。多分、海賊版で流れてるだけだったら、周辺者も何もしなかったと思うんですけども、もう自分たちがそっちの世界に行って、儲けてる、またはこれからガンガン儲けようと思ってる限りですね、ちょっとこれは集英社側のチェックが足りなかったというふうに思います。で、それに関して作者まで謝らせたのに関して、それはいいかどうかはまた別問題ですけども、とりあえずまあ集英社側のミスというやつですね。オウム真理教の元信者でですね、アニメを作ってたスタッフというのがいるんですね。一番最初のアニメは、まあ、麻原彰子、松本智津夫をですね、沖田艦長みたいにした宇宙戦艦ヤマトっぽいやつだったんですけども、その後ですね、なんかこう、ブッダの一生的な、ものとかですね、あとはオウム真理教のですね、教団そのものをなんかドラマ化したようなものを作っててですね、マハポーシャ、マハポーシャ知ってる人がいるのはやっぱこの番組濃いよね。もうね、最近マハポーシャ知ってる人少ないねって話をしていて、ちょっと今横にそれちゃうんですけど、マハポーシャっていうのはですね、オウム真理教が逮捕された後で、今こうアレフっていう組織になったりですね、いろんなやつをやってたんですけども、その頃秋葉原でですね、いろんなですね、別事業をやってたんですね。で、マハポーシャっていうのはその中で、そのパソコンを売ってたんだけども、まあオウム真理教関係がやってた唯一の良いことっていうふうに言われてですね、ものすごいですね、ドスVマシンのですね、価格が安かったんですよ。で、あれのおかげでですね、秋葉原のですね、メモリー価格とかですね、あとドスVの組み立て式のパソコンの値段がですね、ものすごく下がったというふうに言われてですね、マハポーシャっていうと、知ってる人間だけにやりてするっていうのがあってですね、まあ、ちょっとすいません。それました。で、アニメ一時期作ってたんですよ。で、アニメ作ってたっていうのは僕も知ってたんですけども、まあ見たことはあったんだけども、どんな人が作ってるのか知らなかったと。ひょっとしたら金に明かして、なんだろう、教団に有名なね、アニメ関係者とかを入れて作らせてたんじゃないかなっていうふうに、まあなんか一方的に考えたりしてたんですよね。で、それがクイックジャパンっていう雑誌の取材で、元オウム信者でアニメの担当というかですね、責任者、いわゆるプロデューサーですね。プロデューサーだった人と渡りがついたので会いに行こうというふうに言われて、僕はちょっと場所はもう言えないんですね。っていうのは、その元信者は、オウム真理教を捨てて、もう完全に麻原批判ですね。まあ、なんで、もうとにかくあいつはもう偽物でって競争批判にやってるのですね。これが彼のなんか住んでるところとかこう言っちゃうと、オウムのアニメの担当者っていうだけでもうね、何人かしかいないんですよね。なのでそれで住んでるところ行っちゃうと彼にやばいことがあるかも分かんないと、なんせテロまでやった団体ですし、で現在のそのアレフにしても光の輪にしてもですね、まだですね、麻原彰子への信仰を捨ててないというふうに言われているので、まあ、そういうふうなことは、徹底的に伏せようというふうなことで、まあ、ちょっとね東京からかなり離れたところだったんですけど、電車乗り継いで行ってきて、で会ったんですよ。でアニメ作る時のね、なんか苦労話とかっていうのを聞いたんですけど、やっぱりね聞いてよかったなと思ったのが、アニメ作ってないと分かんない苦労、麻原彰子の奥さんがやたら内容に口出ししてくると。でその口出ししてくるのがめんどくさいと。例えば私は夢の中でこういうのを見たと、麻原彰子とかなんかそういう偉い人が馬に乗ってパーって走ってくるって言うんだけども、アニメで四本足の動物描くのがどんなに大変かっていうのを言って、俺がなんかあ馬大変だよって、そうなんですよと、普通のアニメでも馬って足を描かずにごまかすじゃないですかって、お互いなんかそんな話で盛り上がるんですよ。どういう意味かっていうとですね、
すいませんね、なんかこの話を延々しててですね、こうまあなんかこう下手ですけど馬いますよね、ごめんなさいこの絵で、キリンかなんか分かんなくなる。でこれが走るのを描いたらですね、そのまんまのフレームで描いちゃうと足4本動かして走る絵描かなきゃいけないですね。でめちゃくちゃしんどいんですよ。で大体の普通のアニメどういうふうにするのかっていうと、例えばフレームをこの辺で切る、つまりテレビにはここしか映らないって言って足を映さなかったり、または引きで描くときにここをものすごい草の茂みにしちゃうんですね。で草の茂みにしてこうなんかこう足元が見えませんっていうふうなことをやるんだけども、まあそれを許してくれないと全部描かなきゃいけないというふうに言われて、で聞いてみたらね、やっぱあのアニメのなんだろうな、あのプロの人とかって全然呼べなかったそうなんですね。っていうのはその一番最初オウム教団っていうのは外部の人からいろいろなんか人呼んできて、で、活動をやったそうなんだけども、ある時を境に内部の人間しか使わないようになった。つまり教団内部ですでにもう入信してる人だけをスタッフに使えとか、入信してる人だけを例えば運転手として使えみたいなことをいろいろ言われるようになったと。で後々考えてみると、ちょうどなんだろうな、そのサリンとかそういう開発が始まった頃自体から上杭式村っていうオウムのそのなんだろうキャンプみたいなものがあったところなんですけどね、あの村というかもう王国みたいなものがあったところなんだけど、そこで、なんだろう人を一切入れずにアニメを作るようになってきた。だからまあまあこんな大変だったんだけど、具体的な細かい話をいっぱい聞いて、で僕の中ではそのオウム事件っていうのは、まあ、一つはもちろんその80年代後半から90年代前半のテレビのものすごいオウムの盛り上がりっていうのも見てきたし、なんか今オウム真理教っていうのをすごい批判しているマスコミが、あの80年代後半から90年代にかけてオウム真理教のいかに味方をしてきてバックアップしてきたかっていうのを見てるんですよね。だから今の30代40代ぐらいの人にはなんかこう世間のですオウム真理教に対する扱いとかを見て、で朝日新聞にすごい批判集中してるところがあるんですけども、別にそれに限らずですね、本当に当時は民放各社がですね、そのオウム真理教のなんだろうな、松本智津夫、朝原祥子にしても上祐にしてもですね、引っ張りだこで本当にメディアに載せて、それのおかげで信者が増えたっていうものがあるんだけども、そういうふうなことをもう絶対に触れないわけですね。僕もなんだろうな、今テレビに出て言うときに、やっぱ楽屋とかね、 CM 中にはそういうふうな話するんだけども、やっぱ本番始まると、あの当時実はマスコミはすごいオウム真理教を後ろから押してたよねっていうのは、やっぱこう全然言えないですね。幸福の科学とかとやっぱそこが違う。幸福の科学っていうのは最初から割と日本人っていうのは批判的な目で見て、批判的な報道されてたんだけども、オウム真理教というのは逆に教典もパーリ語っていう、その日本人が知ってる仏教っていうのはあくまでもう何百年も前に日本に渡ってきたもの、イコール、サンスクリット語で書かれたものが、中国語に翻訳されて、その中国語を日本語に翻訳されたもので仏教というのを見てる。だから日本人っていうのは、その真言宗とか天台宗とか日本式の仏教っていうのを本流の仏教だと思ってるんだけども、もうとんでもないと。その仏教の源流に行ったら、割と日本人の仏教っていうのはどちらかというと世界レベルで見たら邪教って言ったらもう悪い言い方になったんだけど、なっちゃうんだけども、かなり教義をなんだろうな、解釈が強い、まあ、かなりそれてるような仏教だっていうのが感じなんですよ。でなのでオウム真理教のそのパーリ語を原点から翻訳したという触れ込みだったんですね。これも今調べてみると、そのパーリ語の翻訳自身もその戦前かな、戦後すぐに出てきた研究書を、ただ単になんかこう朝原祥子が古本屋かなんかで手に入れて、それをこう写して書いてったというのがだんだん明らかになってきたんだけども、とりあえずその頃のマスコミっていうのは、そのオウム真理教が言う我々側の仏教が本来の仏教であって、日本の今お寺とかを開いているような仏教っていうのがどちらかというと新興宗教なんだっていうのに、割とねこうコロッとこう騙されたのがあったんですよね。で、まあ、そういうのをですね、テレビではですね話せなかったんですね。まあ、今ですね、ちょうど地下鉄サリン事件からまあ何周年とかですね、あとオウム真理教からちょうど20年経った今というふうなことで、最近こうテレビで総括が始まってるんですけども、あんまりそういうふうなことが、テレビの現場では言われないなというふうに思いました。
というですね、あの1週間の話が始まってですね、はい、オウムも比叡山も一緒だなっていう、そこまで言うのもなんですけどね、なんかね、あの宗教に関しては難しいんですよ。僕が知ってる程度の生半可な知識で、あんまりね言うとね、なんでしょうね、信者の人から見たら、あのそこが違うっていうね、なんかこうタブーみたいなものに簡単に踏み込んじゃうんですね。だから何を例えば原点とするかとか、どこを開祖とするのかということで、すごいね大きい差があるみたいで、なかなか困っちゃいます。僕は映画やアニメを見ていて、登場人物が明らかに不合理な行動をするといつも冷めてしまいます。登場人物にイライラするというより、明らかな作者の意図みたいなものを感じて萎えてしまうのです。過去にトラウマがあって戦えないなど、そのキャラの行動に必然性があれば気になりませんが、岡田さんは登場人物の不都合な行動や作者の本意性に違和感を感じることはありますか？20代男性小鉄さんからです。これね、まあそれ気づくんだよね。子供の頃はあんまりそういうの分かんないんだけども、小学校高学年ぐらいになってから、アニメの中のお約束みたいなもんで、それはもう、あの水戸黄門が印籠を出した時に、なんでみんな切りかからないんだとかですね、いろんなこうお約束あるよね。犯人がなんかこう告白を始めた時に、なんでみんな鎮痛な顔して黙って聞くんだとかいうのと同じように、いろんなドラマにもあるお約束と同じように、アニメーションにもですね、なんかお約束みたいなのがあって、そのお約束がすごいバカらしく見えちゃう時があるんだけども、今川監督っていうですね、アニメーションの監督がいてですね、僕あの今川監督の例えばあのアニメって、ジャイアントロボとかね、あのそういうのが割とね、それが嫌で、まあまあ評価低かったんですよ。あのジャイアントロボですね、あの大作君それは言うなとかっていうのを延々キャラクターが繰り返してすぐに分かるようなバレるような設定を延々引き伸ばして、で敵も味方もなぜか主人公の草間大作少年に気を使って、何かを言わないでも言っちゃったみたいなのを延々やってるのが割とね嫌だったんだけども、なんかただそれがね、鉄人28号になった瞬間にめちゃくちゃ面白かったんだよね。頭が悪いように見えてたのがスタイルにまで昇華されると面白いんだよ。だから、そういうことでね、スタイルっていうのは合理的非合理的関係なく、その人はこういうやり方なんだっていうのを視聴者に嫌顔にも見せてしまうと、例えばなんかセリフ言った後3回リピートでパンパンパンってくるとか、月に向かってお仕置きよってなんで毎回言うんだとか、あ、月に変わってお仕置きよだ、なんで毎回言うんだって思うんだけども、それがスタイルになっちゃうとかっこよく見えちゃうっていうのがあるからね。だからそれでそのスタイルだからいいやって思うと、今度はね、その小鉄さんの言ってることと逆になっちゃうんだけども、過去にトラウマがあって云々がバカらしく見えちゃうようになるんだよね。つまりなんかね、あの主人公とかね、あの敵役にさせるときに過去にトラウマにやらせれば何でもいいのかっていうのあるじゃん。そこら辺がね、どん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 そのバカらしく見えてしまって、あのシナリオの世界では回想シーンっていうのを使うのは、あの素人にやるもんだ、下手くそのやつがやるもんだというふうに言われるんだけども、それは何でかっていうと、過去にこんなトラウマがあってっていうと、もう何でも OK になっちゃうんだよ。で、何でも OK になっちゃうので、その手法を使っちゃいかんよっていうのが、まあ、その回想シーンを入れるなって映画界のお約束。少年ジャンプがあの70年代の後半ぐらいからとりあえずトラウマ入れ出したんだよね。それ何かというと、連載でいろんなキャラ出してきて、で連載で最初は圧倒的に悪いやつを敵役に出さなきゃしょうがないんだよ。でも絶対に同情の余地もない、絶対に悪いやつを出してきて、戦いがまあ一段落済んだところで、実はあいつはみたいなことを言うと、ケンシロウがあいつはあんな過去がっていうのあるじゃん。あれやるともうバカみたいに気がバン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 上がるのを見て、過去のトラウマ出しゃいいんだっていうですね、禁断の扉、もう本当にパンドラの箱をアニメ界漫画界がバカーンと開けてしまったもんで、もう今やそのパンドラの箱の蓋ガバガバなんだよね。多分蓋取れてんだよね。なのでその僕らはついついその過去のトラウマさえ納得できればなんかあらゆるキャラ OK な気がしちゃうんだけども、まあ、僕は小鉄さんと違って最近はそのトラウマ方式の方がね、なんか呆れて、あのスタイル方式の方がいいように見えちゃいます。あの SF についての質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの
岡田斗司夫ゼミというのは基本的にゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分の質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。